SKE48 がおよそ11年ぶりとなるオリジナル新公演を制作。楽曲は全て小室哲哉プロデュース。その公演タイトルは愛を君に、愛を僕に。5月28日の初日に向けてレッスンが続きます。その一方、楽曲レコーディングも進行。今回のオリジナル公演はアルバム CD も販売されるからです。そうだ、驚いてます。モブの殻でなびく髪、シュガーハニーとろけそうなリップして、ブルーベリースマイル、恋が始まる。やっほー、レコーディング中でございます。ただいま中間曲ですね。もうだいたい完成に近づいてきてますね。楽しみですね。でも自分たちの声で聞いたことないので、まだ全然ほとんど楽しみです。公演のレッスンも大詰め。この日はユニット曲の振り入れです。公演の5曲目から9曲目となるユニット曲ブロック。振り付けを担当するのは、多くの人気アイドル楽曲の振り付けをしてきたクリエイトボーイ。楽曲のテーマに合った可愛らしく個性的な振り付けが用意されていました。よし、もう一回だけ音でやらせて。振り間違えていいから、振り間違えていいから、ベストオブ可愛いを出して。正確に踊るだけでは楽曲を伝えることができない。牧野アンナ先生から指摘され続けていたことが、ここでも課題に。ステージ上でやっぱり、なんだろう、邪魔はしてほしくないんだけど、でも目立ってほしいんだよ。一人一人が感じるものはやっぱどうしても安牌な感じがするんだよね、やってるのは。で、岡村さんとか結構こうちょっと味を出そうとしてくれてるのが一番今の段階では分かったんだけど、どうまだ全然弱いかもって思っちゃってるぐらい。だから他に言うと、みんなはほぼ何もしてないように見えてるって感じ、こちらからするとね。なんかこうアピールがない状態に見えちゃうから、なんか一回やるわ、見よっか、鏡の前で。楽曲表現のために自分たちに足りないものは何か、先生たちのお手本から必死にヒントを探しますが、なかなか思うように表現ができません。まだまだ真面目だなって感じがするから、踊り方ができる。頑張ります、はい、みんなのための曲で、みんなのための振り付けで、これに対していろんな人がすごく尽力している中で、こ
もう課題は今出てるから、もう本当に何だろう、流して練習するんじゃなくて、もうその世界観を作るっていうのをやってから、またこう細かいところ次は調整したいから固める、そこまでは頑張っていきたい、はい、やるでやるじゃんって言わせてくだっちゃい、はい、はい、見てほしい映像があって、タンポポさん の、 あの恋をしちゃいましたって曲なんですけど、その曲を見てほしくて、こういうステップあるんですけど、めっちゃ大げさにやってるの、もう結構こうやってやってるけどめっちゃ可愛いから、タンポポさんの恋をしちゃいました絶対見てください、はい、以上です、はい、はい、超えてきて、うん、トマ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。でも本当に研究だと思うので、それこそさっき先生が教えてくださった他のアイドルの方の動画とかいろいろ研究して、あ、こういう踊り方したらもっと可愛くなるんだなとか、そういうのをもっともっと研究して、鏡の前で自分のなんか見せ方とかをもっともっと角度とか、すごいすごいちょっとした単位ごとに頑張って角度を見つけていきたいなって思います。あ、なんか私がすごい思ったのは、なんか可愛いと甘いってなんかちょっと違うなと思って、なんか可愛いはやったことあるけど甘いはあんまりやったことなくて、なのでちょっと頑張るぞ確かに難しい、私はでも可愛いユニットとかをやる機会はゼロではないんですけど、今までそんなにやったことなくて、いつもなんか猫かぶっちゃうみたいな感じだったので自分で分かってるんだ猫かぶっちゃう、恥ずかしくなっちゃうタイプなので、ちょっと振り切って頑張りたいなって思います。そして他のユニットにも遊び心あふれる振り付けがされていきます。オリジナル公演に合わせて制作される新しいステージ衣装はメンバーにとってかけがえのない宝物です。どうですか？イエーイ。こちらはアンコールの1曲目リトマ、頼りは翼だけだの衣装です。私今回初めて長ズボンって込まれて、人生で初めて。めっちゃ似合う。なんかちょっとこう身長の仲間入りみたいなでもチームエースで一番ちっちゃいんですよ今。何センチ？154。54で一番ちっちゃいんだ。こんな新衣装いただけると思ってなかったから、もう本当に嬉しいです。あ、どうですか自分だけの衣装？嬉しすぎる。え、これ全部ですか？全部？全部だよね。これはコアクマブルーベリーとラブリノベーション曲で着る衣装です。なんか CA さん、あ、 CA さんみたいな、キャビアテンダントさんみたいな、かわいい。自分の
名前がついてる好印象があるってすごくないですか。すごい、本当にすごい。めっちゃすごくない？だから今テンション上がってます。好印象の後輩がこう来たりとかね、ねするわけだから、嬉しすぎるから大切に行っていきたいと思います。ね、いいな。え、一番高い？姫さん。いや、姫たのがどこ？あ、本当に？うん、これは何の衣装でしょう？あ、ヒール脱ぎやがれ！おるじゃねえ。これはユニットのフライミーツーズユニバースの衣装です。イエイ。ラブナスありますよ。この青春グローイングの衣装は、このスカートはなんと強き者よの SK48 の一生さんの子たちがミュージックビデオで、強き者よのミュージックビデオで着られていたスカートなので、もうびっくりしました。だから大切に着るのを受け継がせていただきたいと思います。嬉しい。やる気がより出ました。すごい。